慎んでお預かりします。すげえ刀だな。ボルト、君のおかげで決心がついたよ。俺は何もしてねえってばさ。いや、君の言う通りだったんだ。血のつながりは関係ない。生き方を決めるのは自分自身だって。おお、いいじゃねえか。あなたは何しやがれ。昨日はうちの使いっ走りが迷惑をかけたようだ。すまない。で、何の用だ。今の歓迎笑えねえけど。シズマさん、あなたは任務中の問題行動でまだ謹慎処分の身のはず。歓迎の命令に従う義理もなくなるからな。おめめバッチリ、正気も正気よ。その時が来たのさ。おかげの息子を切って宣戦布告だ。何言ってんだてめえ。長十郎は今のやり方に当てはまらない人間は全員排除するつもりだ。まさか。長十郎様は立派な方です。混迷を極めるこの里に平和をもたらそうと努めていらっしゃいます。神楽、お前こそが誰よりも苦しいんだからな。シズマさん、ずっと俺をかばってくれたことは感謝します。でも今のあなたに従うことはできません。長十郎は資格を使って反対派を切っている。やめろ、カグラ。そこまでだ。おい、カグラ、どうした。俺たちはそんな連中の無念を晴らすために革命を起こすんだよ。うるせえ。ブンタン、シズマさん。これからの時代に必要なのはお前のようなやり方だ。一郎だ。承知。八作。ああ、ヘビー長。教皇。ざけんじゃねえぞ。ボルト。志垣シズマ、確かに腕は立つが素行の悪さで有名だったな。そんな奴がクーデターとはね。そしてこれが新入りの里、新忍び刀七人衆だ。カグラ、そいつを切れ。俺が七人目。そこに霧隠れで火影の息子が死んだとなれば、平和条約どころか戦争の火種には十分。てめえ、ボルト、言ってくれ。カグラ、俺の手は
逃げちゃったか。よかった、目が覚めた。サラダがなんでここに。いって、ち、違う、今はもう違うんだよ。どうもそのシズマって男に利用されるだけされて切り捨てられたらしくてね。ただ俺はかっこいいことがやれるってあの人に誘われて憧れて。カグラを助けに行くのが先だ。は、何それ。じゃあ教えろ、カグラとシズマに何があったんだ。カグラは絶対にシズマさんに逆らえないんだよ。カグラは確かに最強の剣士なんだよ。でも感情を自制できなかったトラウマがあって、治療してくれたサラダさんたちは恩人っす。マジ感謝してるっすよ。その気持ちを利用してんのか、あの野郎。すぐに先生に報告しないと。決まりだ、俺たちでカグラを助けるってばさ。戦争を始めようじゃねえか。